はい、現在私がいるのはこちらですね。ジアトコ前だけど、ジャトコでいいんだよね、読み方はね。ジャトコ前駅で、この辺かな、なんかこの辺の快活に泊まって、今最寄りがここだったんでね、歩いてきたところですね。はい、今日はここから学南電車に乗って、まあ、乗り潰ししたいんでね、終点の学南栄養かな、そこまで行って、吉原に戻るという形になりますね。はい、これは全然券売機とかはない整理券かな。さっき私エオって言いましたけども、エの尾が正しいようですね。ということで来ましたね、1両ワンマン、1両の電車か、そんなにね多くはないですけどもね。これはだから自社発注というか、そんなやつだったりする。ワンマンは前から乗るとあるの、前じゃない真ん中から乗るとあるんで、これね、結構降りる人がいる。まもなく吉原本町、吉原本町です。無人駅です。降り口は1段前の扉右側です。その他の扉からは降りることができません。運賃乗車券は前方の内気箱にお入れください。吉原で誰もいなくなってしまった。これはちょっと寂しいな。平日だったらまあ、ね、新しい通学とかもなんかあるんでしょうけども、新幹線が行ったけどゆっくりだから新富士に止まるのかな。これ1両の面白いな。そしてこの位置から眺められるというのもいいですね。こっちの2両はなんか地方施設どこでもありそうな形に見えるけどもな。はい、先端まではちょっと距離がある。ここも富士山ビュースポットで、なんかそういうねアナウンスとかもあったけども、これちょうどもう雲で全然見えない。でここは駅舎はあるけど無人駅ということですね。決まりマックスバリューがあるんでそこだけ行きましょう。はい、こっちも床下機器がバッチリ見えるな。この学南電車はね、この乗客の数を見るとちょっとやっていけなそうな気もして、実際経営が苦しいんでしたがね、なんか貨物輸送がメインだったけども、そっちもなんかあんまりこう順調ではないんでしたがね、ちょっと忘れたけどもね、途中なんか側線が多い駅があったけども、あの辺からそのなんか、工業関連の、ね、運んでいるんですかね。はい、同じのがまた折り返すのかな、すぐね。なんか、もう2、3分ぐらいで行っちゃうのかな。で、そう、私は1本後でも、まあその次とかでもいいんだけどもね。ただここで行くのはマックス割りだけなんだよな。はい、一応その、ちょっと、東海道線で言うと1駅か2駅戻ったぐらいのところでね、その東海道線までの徒歩連絡とかもできなくはないけど、まあいいや。
はい、はい、何気に第4踏切、そこは鳴ってるけど、そのね、音が今時珍しい、その鐘ですね。はい、なんか江ノ電とかではそういうのも残っていたと思うけども、せっかくだからここで見るか。はい、治療ですね。いや面白いな。不思議な電車という感じだな。はい、その地方施設やっぱ面白いんだよな、乗りに来るとね。どこもやっぱり個性がありますからね。で、もうすぐここがマックスバリュー、7時からやってたのか。今適当に行ってきましたけども、ゲームコーナーは当然ないですね。こっちのなんか専門店街は9時半とか10時オープンと書いてあるけど、まあこっちもないでしょう。はい、まあそんな感じで駅に戻って、まあ、さっきのやつの1本後に乗りますね。その後はどうしようかな。なんかちょっとね、足の状態が良くないんで、今日は歩くにしても2万歩ぐらいにはとどめたいんだけどもな。そうなると一番いいのはゲーセンで遊ぶことなんですけどもね。ちょっといいゲーセンがありますかね。これは竹で作ったもの、なかなか面白いですね。学南電車、はい、ということで、一応ベンチがそこにあるか。そう、このね、富士山がやっぱ見たかったんだけどもな、どうしようもないんだよな。自転車はここを止められるとこなんだ。へえ。まあこんな感じですね。はい、鳴り出したので来てみました。まだ見えないか。まあ今度はちょっと2両編成に乗ってみたい気がするけどな。はい。ちょっと早かったな。はい、今度は2両でしたね。さっき乗ったやつは7000何万とかだったと思いますけども、これ今こっち止まってるのが9000で、これは8000ですね。はい、まあ本当これはなんか普通なんだよね。さっきも面白かったですね。これは乗っていいのかな。一応もうちょい待つべきか。Passengers with the Gakunan train ticket or JR ticket
ということで、ここはだいぶ近いな、この車止めまでがね。しかも、なんか植え込みが手前にあって、その車止めマークが置くという、これもなかなか。で、この道を行くとその JR の方に行くっぽいけども、こっからね、この IC 改札を取っても行けそうなんで行ってみましょう。なんか奥の方にかすかに雪をかぶった山が見えるけども、あれは何だろうな。方角的には、南アルプスだけども、なんか北だけとかあの辺ではないような気がする。はい。ちょっと上がってないけどもね。いや、富士山がほんと残念だな。はい、ちなみにさっきのね、帰りは20人ぐらいは乗ってましたね。吉原本町での乗り降りが割とあったな。降りる人も私乗る人も、そう。だからそんなに超ガラガラではなかった。ということで、この辺に乗るぞ。